バックスペースキーバックスペースキーとはタイプライター、ワードプロセッサー、コンピュータなどで使用されているキーボードのキーの一つ。通常はバックスペース、BS、交代、左向き矢印などが刻印されている。BS キー、交代キーとも言う。バックスペースは本来はタイプライターでキャリッジを1文字前分交代するためのキーであった。現代のコンピュータでは ディスプレイ上のカーソルを1文字前分交代して、そこにあった文字を削除し、その1以降のテキストを前にずらす働きをする、ノート1。いくつかのタイプライターでは、例えば、をタイプしたい場合、まず、A をタイプしてから、バックスペースで交代し、そして、アクセント符号を重ね打ちしていた、ノート2。コンピュータ用の文字セットである ASCII などの、でも同様である。また、 バックスペースで交代してから、先の文字をまたタイプすることで強調する用法にも使われた。紙なので当然であるが、タイプライターにおけるバックスペースは交代するだけで文字は削除されなかった。バックスペースによる重ね打ちは、現代のデジタルディスプレイや組版システムではもはや使用されない。ノート3。現在のディスプレイやタイプライターでは、 このような物理的な重ね打ちは使われずに事前に組み合わされた文字が使われる。ユニコードでは合成用ダイヤクリティカルマークの仕組みがあるが、事前に組み合わされた文字も引き続き使用されている。テックスやマイクロソフト、Windows などのソフトウェアでは、アクセントを最初に配置し、そして基本となる文字を配置する。バックスペース、バックスペースという伝統的なキーの名前にもかかわらず、 このキーを押すと、カーソルの直前の文字が削除される。そのため、機種によっては、デリート、イレーズ、左向き矢印など、実際の機能に合わせた文言が書かれていることもある。削除キーとの違いは、削除キーでは、カーソルの位置の文字が削除されることである。また削除キーは何らかのオブジェクトを削除するのにも使われるが、バックスペースキーには通常は同様の機能はない。 現代のコンピュータシステムではバックスペースキーがカーソルの直前の文字を削除するという機能は維持しつつも削除文字にマッピングされていることがある。ウェブブラウザや GUI 環境では前のページへ戻るためにも使われる。バックスペースキーを押すと ASCII コードの08が生成される。これは直前の文字を削除することを指示する制御文字である。 このコードはコントロールキーを押しながら H を謳歌しても出力される。これは H がラテン文字の8番目であるためである。バックスペースの制御コードが前の文字を削除する機能にマッピングされていない。端末ではバックスペースキーが押された時にハット H が表示される。送信側の端末がバックスペースを前の文字を削除することと解釈したとしても、 受信側のシステムはそう解釈しないかもしれない。その結果、送信側の画面には、バックスペースで削除されたテキストが表示されていなくても、受信側ではそれらの文字が、ハットエイチともに表示されている、可能性がある。このバックスペースの制御コードに対応していない、端末での表示を真似て、冗談としての介護表現に使われることがある。つまり、打ち消し線で文言を訂正するように、 一旦書いた言葉をバックスペースで消して書き直したように装うのである。この場合、実際のバックスペースの制御コードを使うのではなく、H を消したつもりの文字数分だけ入れる。以下の例では、フールをジェントルマンに介護している。be nice to this fool, ハット1 h ット1ハット1ハットはジ h ントルマン、ヒーズビジティングフロムコーポレート HQ、親指シフトでは、当初は、交代キーは、 ホームポジションにあり、左カーソルと同じ働きをした。これは常実のタイプライターと同じ設計思想であったためとされている。マイクロソフトエクセルなどの一部のアプリケーションソフトウェアでは、スクロールロックキーを押すと、選択したセルを移動しないままカーソルキーなどで上下左右に移動できるが、この際に CTRL バックスペースを押すと、選択したセルに戻ることができる。 メインフレームの伝統的な環境ではバックスペースという用語は磁気テープを前のブロックまで巻き戻すような意味でも使われる。ありがとうございます。